そのハンズで買ってきた、ビブラムシート、そして、その上に貼り付けた、イノワック社製のペレット。これ、さっきも言いましたように、ウェットスーツ、こういうのね、ウェットスーツの色なんですけども、ね、それを貼り付けたものです。で、足型に切って、そして穴を3箇所開けるね。で、これにいよいよ紐を通すわけなんですけども、この紐がですね、僕もいろいろやってみました。例えば、アウトドアショップで売ってる細引きとか、あるいは、靴の紐を使ったり、まあ、路面状況に合わせてね、いろいろ靴の紐が良かったり、ちょっと固めの細引きが良かったりするんですけども、最終的にたど、り着いた最もいい方法で、これもまたハンズで手に入ると思うんですけども、サラダ紐というに和服の着物の帯締めの紐ですね、それが、まあ、サラダ紐ということです。これがですね、いろいろ試してみた結果非常にいい感じなんですよね。これを、まあ結んでこんな感じで、サラダ紐をこのようにこう通していって、そしてこの部分ですね、この部分は、一応、コブが大きい方がいいので、これを作っていきます。例えば細引き紐とか、靴紐を使う場合は、コブが小さくなりますからね、その場合は、8ノットとかで、コブを作ってください。サラダ紐は1ポイントね。そして、ここから、まあ、足入れた方が分かりやすいと思うんですけども、足を入れてこのね、もうまず外側を通します。その位置はポイントだよね。あ、そこ。まずは、外側に通します。そして、出てきたやつを後ろから前に、このような形で、このような形で後ろに持っていきます。で、今度は内側のところに通します。で、今度、このように後ろからもう持っていきます。そしてここの紐に下からこう入れて通すんですが、この引っ張った時にですね、これが弱いとこの真ん中に来ちゃいます。真ん中に来ると結構指がこっちにずれて、指が親指が出てしまったり、あるいはここに食い込んでいけなかったりするんですね。この前のこの鼻緒の部分、これは日本のゴム沿いとか違って、必ず外側に向かうようなで最初止めておきます。で、今度これを下通して、このようにしてこれ一旦止めます。で、これで完成なんですけども、この結び目がですね、こう前行ったり後ろ来たりずれてきます。で、僕の場合はこれをさらにこっちへ持っていって、そしてもう一度ここを通して、で、ここでこのように処理をして、そして走っていきます。これでも、ま、この紐がね、前に来る前で、これで回転してます、ね。で、要するにこれだけの今現在余裕があるですから、例えば100キロとか150キロとか走って、この鼻の部分が切れてしまったら、また伸ばして薄いですと。だから僕の場合はですね、だいたいこのサラダ紐、片足につき1メートル50センチ使っています。ですから、まあ材料としては、ビブラムシート、そして、ペレバット、そしてこのサラダ紐を、
両足で3メートル、材料はそれだけです。これが、僕の自家製のわらアーチの、全てのマテリアルです。